なすすべなしというまくりきり付け回りでした。あ、一言聞けるようですね。はい、では聞いてみましょうか。選手の喜びの声です。 SG 第71回ボートレースダービー、優勝は桐生純平選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ついに地元 SG を取りました。夢みたいですね。もう嬉しすぎて分かんないです。はい、相当なプレッシャーだったんじゃないですか。うん、そうですね、まあ、自分自身にかけてたっていうのもあるんですけど、その中でまあ結果出てね、すごい嬉しいです。はい、地元の SG がさらにこの伝統の一戦ダービー、お気持ちいかがでしょう。はい、いやもう最高です。はい、この優勝戦は3コースから見事なまくりきりでした。はい、振り返っていかがですか。もう無我夢中で、もう体が勝手に動いた感じです。はい、今日はこの優勝戦まで1日どんな思いで過ごされましたか。まあ、いつも通りなんですけど、まあ、整備したりプロペラやったりで、すごく落ち着いてレースには臨めたと思います。はい、そうですか。はい、さあ今日はですね、本場にも本当に多くのお子さんたちの姿も見られました。はい、この優勝を見てボートレーサーを目指す未来のレーサーたちも非常に多いと思います。はい、メッセージもいただけますか。そうですね、その中で、まあ、僕がこうやって勝てたのも、まあ、皆さんの本当応援のおかげなので、なんて言えばいいんでしょう、そうやってなんかボートを目指してくれるような子が出てきてくれれば嬉しいです。はい、そして今日はひときわ大声援でしたね。そうですね、お客さんいっぱいで、その中でこうやって結果出すことができて、もうすごく嬉しいです。はい、では最後にファンの皆様に最後一言お願いします。はい、そうですね、本当弱い自分もいるんですけど、これから、努力します。これからも応援よろしくお願いします。第71代ダービー王桐生純平選手でした。おめでとうございました。はい、ありがとうございます。それでは最後カメラサインの方お願いします。はい、さあ3コースからまくりきっての優勝、悲願の地元 SG 達成です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、